い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、結果に結びつく努力ということについて、解説させていただきます。何でもかんでも努力したら結果が出るかっていうと、そうじゃないんですね。間違った努力をしている、間違った方向で努力を積み重ねたとしても、結果って出てこないんですね。実際そういった方非常に多いです。実際私も昔はそうでした。1回目の大学受験。私は周りの人よりもたくさん勉強してました。そういった意味では周りの人よりも努力していたと私自身思います。私自身大学受験を高校2年の秋ですね、から本格的に開始し始めました。その時、同じ学年の生徒で大学受験を始めている方っていうのは、まあ一人もいなかったんですね。私が知る限りでいなかったし、先生方も私よりも早く勉強した方はいないというふうに言ってました。なので、まあおそらく私よりも早く大学受験の勉強をしていた、同じ学年の人はいなかったと思うんですね。なので受験日までの勉強量で言うと、私が一番多かったんですよ。受験勉強をするために、私は部活動である柔道もやめました。で、その分受験勉強に時間を当てたんですね。にもかかわらず大学受験、失敗してます。もともと私は国立目指していたんですけども、センター試験で全然、いい点が取れずに、そして私立の大学に行くようになりました。で、私自身はなんで合格できなかったのか、志望校である、まあ、国立に行けなかったのか、まあ、わからなかったんですね。まあ運が悪かったのかなっていうぐらいにしか思ってなかったんです。でも実はそうじゃなかったんですね。それは一つ目の大学に行った時、私立大学に行った時に気づきました。これなぜ気づけたかというと、たまたまその私立大学に私と同級生で来てた方がいたんですけども、まあその方っていうのはめちゃめちゃ頭が良かったんです。で、もう一回社会人になっていて、で、いろんな理由があって、大学キャンパスを楽しみたいということで、たまたま受験したのが、私が受かった私立の大学だったんですね。で、その方っていうのは、もともとはめちゃめちゃ頭が良かったんですけども、その大学受験にあたってほとんど勉強してこなかったんですね。だから、勉強しなくても入れるぐらいの、大学ということで、私と同じ私立大学を、受験して、で、合格して入ってきたと、まあ、いうことなんです。で、後々その方の話を聞いていると、その方っていうのは、京都大学、まあ、西で言ったら一番レベルが高い大学ですね。そういったところを目指す人たちが通う専門の塾があって、その塾の講師をやってたんですね。で、実際その方も、その私立大学を卒業した後ですね、自分自身でまた勉強して、京大の医学部合格して、そちらの方向に進んでいってます。まあ、それぐらい頭がいい方だったんですね。で、私はその方と同じクラスにたまたまなったんですけども、その方はその私立大学については勉強するために来てるんじゃなくて、キャンパスライフを楽しむだけで来てるんですよ。だから勉強って別にしてないんですね。もうキャンパスライフを楽しむだけなんで。まあ最低限一定の点数だけ取って卒業できるぐらいでいい感じだったんです。一方で私は大学でも高校と同じように勉強すごく頑張ってたんですね。まあ一応目指すところがあって、まあその目標を達成するためにいつも京大の前ですね、もう一番前の席の真ん中で勉強聞いてたんです。授業聞いてました。そしたらある時その方がですね、その京大医学部受かった方が、なんでそんなに本気で勉強してるのっていうふうに尋ねてきたんですね。で、私はこうこうこういう理由があって勉強をちょっと本気でやろうと思ってるっていう話をしたらですね、その方が、あ、それだったら勉強を無料で教えてあげるよっていう話が出てですね、それだったら無料で教えてあげるよって言っていただいて、まあその方の話もいろいろ聞いてですね、この人本当に大丈夫かなというふうに思ってたんですけども、いろいろ話聞いてると、その人すごく頭がいいってことが分かったんで、じゃあ教えてくださいっていうことで、センター試験の勉強を教えてもらいました。で、そこでその方から教えてもらったこと、これが転機になって、以前よりも結果を出すことができるようになったんですね。その結果、宅建は1回で合格しています。行政書士も1回で合格しています。で、これはなぜかと言ったら、結果を出すための努力をしたからなんですね。で、これって何かというと、本質をちゃんと見極めるってことなんです。つまり、宅建で合格するためには、どんな戦略を立てたらいいのか、ここに焦点を当てて勉強してたんですね。単に過去問を繰り返しやってたとか、単にテキストを読んでたとか、そういうものじゃないんです。ちゃんと戦略を立てて、合格するための勉強してたんですね。だから1回で合格できたんですよ。多くの方がこれをやってないんですよね。だからどれだけ勉強したとしても合格ができないんです。合格したとしてもそれは運なんですよね。運で合格する方もやはりいます。実際に野村克也さん、もうお亡くなりになってますけども、元プロ野球の監督ですね。
野村克也さんはこのように言ってます。勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし、このように言ってるんですね。これは野村克也さんの元々の言葉ではなくて、野村克也さんが引用してるんですね。元々は江戸時代の大名である松田聖山さんという方の言葉なんですね。これどういうことかっていうと、勝ったとしてもそれは運で勝つってこともあり得るよってことなんです。勝つべくして勝ったわけじゃなくて、運よく勝つってこともあり得るんだってことなんですね。これ言い換えたら、運よく合格することもあるってことです。一方で、負けに不思議な負けなし、これは負ける場合には必ず原因があるんだってことを言ってるんですね。つまり試験に落ちたら必ずそこには原因があるんだってことなんですよ。だからもし一回でも落ちたっていうのであれば、その原因をまず追求してそれを克服する、これをやっていかないといつまで経っても合格できないってことなんですね。多くの方が原因っていうのは一つじゃないんです。落ちる原因は二つ三つ四つってやっぱあるんですよ。それを一つ一つ潰していく、そうすることによって合格ってできるんですね。これはもう人によって全然異なります。原因は人によって異なるので、自分自身で見つけてですね、克服していかないといつまで経っても合格することはできないです。例えばそもそも勉強時間が作れていないとか、計画を立てたはいいけども計画倒れになってしまうとか、勉強はしてるけどもほとんど理解していないとか、人によって課題っていうのは違いますので、そこをちゃんと明確にしてそれを克服していく、そういった勉強をぜひ行っていただければと思います。そして合格するための要素として7つにまとめた動画があるんですね。別途動画ございますので、そちらぜひ参考にしてみてください。その7つ全てをちゃんと克服することができれば合格する実力つけていただけますので、ぜひそれを見ていただいて、一つ一つ自分の弱点克服していっていただければと思います。まあ、これは別の動画の宅建合格するための7つの秘訣っていう動画ありますので、そちらについてはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。その個別指導では、その動画の中にある7つの秘訣、7つの要素というものを個別指導の中で行っていって、一人一人の課題を解決していく、そういったことを行っているんですね。実際に計画も私の方で立つさせていただきます。まだメールのやり取りをしながら、あ、この人ここが弱点だなっていう部分についてはお伝えをして、その部分を解決していただいております。もしあなたが今年の試験で絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。